教えてベルちゃん、前回のショックから立ち直り、ベルちゃん完全復活。さすがはベルちゃん、今回もいろいろと教えてね。うん、前回ベルは何にも教えてない気がするけど、わかった。それじゃ第5回は謎のアプリ心ファンクションについてだよ。心ファンクション、私もそれすっごく気になってたの。一体どんなアプリなの？まず特徴として挙げられるのは、いつの間にか勝手にインストールされていることだね。あとは普通じゃ考えられないような機能があったりすることかな。例えば早見くんの心の声がダダ漏れになっちゃうやつとか。そうそう、太陽のはバージョンオープンウィンドウだね。バージョンってついているってことは、違うバージョンもあったりするのかしら。うん、他にもこのアプリがインストールされている人がいるとかいないとか。一体どんな機能があるのか気になる。調べたい。あ、ねえねえ、他には何か分かっていることってないの？あとはハートリンクのポイントを貯めるとバージョンアップできることぐらいかな。うんうん、そうすると何か学園と関係があったりするのかしら。ねえベルちゃん、他には？え、もうないよ。またまた隠さないで教えてよ。だって正体不明の謎のアプリだもん。ベルが知ってることはこれでおしまい。というわけで今回はここまで。ベルは太陽のところに戻るから